フィリップ・オーモイは、カナダ連邦ケベック州、ガティノー出身の元プロ野球選手。右藤左だ。野球好きの父の影響で11歳の時に野球を、始め、最初のポジションは、中堅守だった。それに並行して、父が保守を務めて、投球練習も行っていた。その後、両親の離婚を機に飛行に走るようになったが、14歳の時に、 コーチの家に引き取られてからは更生し、野球の才能を開花させていく。高校は、エコールセゲンデル10%に進学するが、野球は、スポーツプログラムが充実しているポリバレント・ニコラス、ガチメアウでプレーしていた。高校時代は、カナダのナショナルチームに選出される一方で、野球が、シーズンオフとなる当期にはバスケットボールでも活躍。 2007年の MLB ドラフト一巡目で、シアトルマリナーズから指名され、190万ドルの契約金で入団した。ケベック州出身選手の一巡目指名は、史上初の快挙であり、歴代のカナダ人選手でも、アダム・ローウェン、ジェフ・フランシスに次ぐ、史上3番目の高順位での指名となった。2008年に、A 級ウィスコンシン・ティンバーラ・トラーズでデビューし、 15試合登板で、防御率は2.75だった。シーズン終了後には、ベースボールアメリカ市の有望株ランキングにおいて、グレッグ・ホルマン、マイケル・ソー・オン・ダースに次いで、球団内3位の評価を受けた。2009年の開幕前には、第2回 WBC のカナダ代表に選出された。1次ラウンドのアメリカ戦で4番手として登板し、ケビンュー・キリス、 カーティス・グランダーソンから三振を奪うなど一回、無失点の好投を見せた。シーズンでは、リリーフに専念して、A 級ハイデザートマーベリックスと a a 級ウェストテンダイヤモンドジャックスで44試合に、登板し、防御率3.88という成績だった。黄金のリリーフ天候にあたって、マリナーズは、スリークウォーター君の投球フォームをオーバースローに、改め、 シンカーよりもフォーシームの速球を主体とした、投球スタイルに改めさせた。オフに、クリフリーの交換相手の一人として、フィラデルフィアフィリーズに移籍した。2010年は、スリークォーターに戻して、先発に再挑戦するも、AA 級レディングフィリーズで11試合に先発して、防御率7.43と振るわず、A 級クリアウォータースレッシャーズに降格した。 2011年からは再びリリーフに専念することになった。オフの11月18日にフィリーズの40人枠に入った。2012年8月23日にメジャーデビューを果たした。2013年1月17日に第3回 WBC 本戦のカナダ代表が発表され代表入りした。2015年6月17日に2015年。 パンアメリカン競技大会の男子野球カナダ代表に選出されたことが発表され代表入りしている。チームは2大会連続2度目の優勝を果たし金メダルを獲得した。6月24日に自由契約となった。7月28日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結ぶ。参加のトリプル A 級バッファローバイソンズで4先発を含む5試合の当番で 防御率6.00と振るわず8月21日に自由契約となった10月31日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだオフの10月20日に第1回 WBSC プレミア12に選出されたことが発表され代表入りしている2016年は開幕から参加のトリプル A 級 シャーロットナイツでプレーしていたが、6月6日に、現役引退を表明した。2017年6月7日に、母国、カナダを本拠地とする独立リーグである、カナディアン・アメリカン・リーグのオタワ・チャンピオンズと契約を結んだ。2018年1月9日にデトロイト・タイガースと、マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2019年1月10日にオタワチャンピオンズと契約した。オフには 2019WBSC プレミア12、カナダ代表に選出された。走行試合の日本戦では3回無失点、本戦のキューバ戦では8回無失点の好投を見せた。12月2日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加した。 2020年6月30日に自身が出演した、ラジオ番組上で引退を表明した。約2メートルの長身から投じる95から97マイルパーアワーで、動きのある速球と、落差の大きいカーブが武器。チェンジアップの精度は低く、長いイニングを投げると請球が安定しないため、先発投手としては、結果を残せなかったが、リリーフでは好成績を残している。 将来的はメジャーでクローザーを務める力は十分にあると評価されている。ありがとうございます。